ネハン仏、ワットプラチェートポンウィモンマンカラーラーム、ラーチャオーラマハーウィハーアンはワットポーの名で有名なタイのバンコクプラナコーンクにある王室寺院。黄金に輝く巨大なネハン仏があり、ネハン寺と呼ばれることもある。バンコクで最大の最も古くからある寺院でもあり、敷地面積は50来を有する。寺院の構造は2つに分かれており、本堂や 図書室などを中心とする北部分と小道を挟んだ南部分には栗がある。一般公開されているのは北側の部分のみである。着利用調開始以来、王族の庇護を背景に発展した。敷地内の仏塔は王や王族の墓のようなものである。また、タイで初めての市民大学として、タイの歴史、美術、文学、 医学の知識を記録している中国の文化とタイの文化の混合様式の代表的な建築の一つとして知られ、仏塔には中国製の陶器の破片がはめられており、中庭には中国の様式を持った像などを飾っている。1831年にラーマ三世王は寺院の改修工事を命じ、各方面の知識を収集させたと伝えられており、大発の大学であると言われる。 医学の分野では、薬草の調合法、マッサージのポイントを示した人体図、ルーシー・ダットンという健康体操の姿勢を模した像が造形的に残されている。現在、太古式マッサージなどの体式医療の学校ワット・ポー、伝統医学校が敷地内にある。外国人に人気で、近年では生徒の8割は外国人である。マッサージ師に対して技能があることを認める。 証明書や、その証明書を発行する権利をマッサージの教師に発行している。これは公的な資格のないマッサージ業界において、マッサージ師の地位向上に大きく役立っている。また、スクールの学生によるマッサージサービスを受けることができる。夏季公式ホームページによれば現在スクールは、本校、サーラーヤー校、チャーンワッタナ校、チエマイ校の4校ある。 ありがとうございます。